はるみさん、こんにちは。カンデスということで、今日から1週間ですね、このスキルチェンジシングルスってやつが始まりまして、まあ、これをやることによってですね、アンカールーンであったりとか、ギアスタールーンを大量にゲットすることができるので、ぜひやっていただけたらなと思うんですけども、まあ、こういうね、イベントのシングルスって大体出張することができるんですよ。グラスコートにクレーとかハードのキャラ持っていっても、そのままの性能で使うことができるんですね。まあ、ただ、ま、特殊ルールとして、ま、出張してしまうとですね、まあ、SS 増加量が下がったりとか、スタミナ消費量が上がったり、その辺のデメリットあるのでね、別に推奨してるわけではないんですけども、まあ、今回はですね、まあ、これ出張させた編成で、ね、やっていきたいなと思うんですよ。まあ、誰でいくかって言いますと、この3体です。やばくないですか？この呪い3体ですよ。まあ、これら3体ともね、相手を呪っていけば、相手使えるキャラいなくなるんじゃないかなということで、今回やっていきたいなと思うんですけども、まず春の呪いは何かっていうと、SS 改ざんの呪いです。SS 改ざんの呪いってどんなんかって言いますと、相手の SS を高速ショットに改ざんすることができるんですよ。これね、相手の軌道がカーブショットがまっすぐになるとか、そういうだけじゃなくて、もうSS の効果だから SS 打った後30秒間ジャスト確定みたいなキャラとかおるやんか、ああいうキャラの、ま、性能をなくすことができるんですよ。なのでもうその一体実質使うことができないって感じになるのと、あとこのうつろの王ですね、この新しい方のうつろの王で、ま、SS を打っていくとですね、回復判定の呪いを付与することができます。この呪いって何かって言いますと、ドリンク回復アイテムとかスタミナ継続回復のスタミナ回復がダメージに変換されるんですよ。なので、ま、継続的に、ま、60回復するとか、ま、そんなキャラあんまいないんですけど、60ずつ回復するってキャラであれば60ずつダメージ食らっていく。でドリンク取った時に200とか300回復すると思うんですけど、その分が全部ダメージに変わるということで、まあ、この子でも SS 打ったら相手ね、多分そのキャラ使えなくなるんじゃないかなと思います。でさらにこのね、初期うつろの王でやっていきたいなと思います。まあ、この子は SSS まで行きますと、まあ、相手の SS を打てる回数を1回に制限するんですよ。なのでまあ、セレナとかの体積に結構使えますよね。リープが1回しか使えないとか、まあリープじゃなくても SS も1回しか使えないって感じになってるので、まあずっと戦っていって、まあ、SS をお互いいっぱい使った時にですね、相手はもう特殊状態になってないのにこっちはなってるみたいな状況で、まあ、結構有利に戦っていけると思いますので、まあ、今回ねこの3体でやっていきたいなと思います。呪い編成ですよ。でまあ、SS 回転率をちょっとでも上げるために、このねルーシェラケット、この高体重をつけたルーシェラケットと、ほんでまあ初手はこのうつろの方で、まあ、SS をね異常に貯めていきたいかなと思います。ということで今回はこの編成でやっていきたいなと思います。そちらの映像を見ていってください。どうぞ。このチャンネルでは白猫テニスについての動画を上げてますので、興味がある方はぜひチャンネル登録してください。はい、というわけで1戦目やっていきたいなと思います。まあ、相手の編成の中でね、MVP 牽制をで、まあ、MVP 牽制で SSS のキャラを、まあ、SS で発動させるっていう結構ね、厄介な性能を持ってたりするんですけど、まあ、そういうこともあろうかとね、俺は旧うつろの靴、出場して20秒間だけ地面ギミック無効っていうね、靴のスロットスキルをつけてるやつを、まあ、吐かしてる感じになってます。まあ、これがあることによって、まあ、相手にね、SS 改変、地面ギミックで発動なんですよ。この今、リーダーモードになってる時。これの時に SS 強制発動みたいな、こういう感じになるんですけど、まあ、それを地面ギミック無効をつけることによって、まあ、回避していくって感じですね。多分20秒間あればね、普通に SSS まで溜まると思うので、こっからま、この子に交代して SSS 打っていきたいなと思います。相手ビビるんちゃうから。ほら、何も聞いてない。地面ギミック無効やから。なんか、あれやねんな。なんか、防いでますよ感出えへんねんな。意外と。よいしょ。相手って SS 打ってこいんのかな？なんで打ってこいんやろ？まあいいや。とりあえず相手の SS の回数を1回に制限して、まあ飛んでくんね、SS。おー？え、これ SS にしたらいけんじゃね？SS に効かんかったっけ？そんなんないよな。いいね。めっちゃ順調やん。俺仲間にね、春がおるんやけど、春ってハードコートのキャラやんか。この子グラスコートに持っていったらステータスマイナス 50% ってことで、もう出したらもう使い物にならへんぐらいね、ステータスダウンしてしまうんで、ちょっとあんまり場には出さないようにしていきたいなと思います。あ、ちょっとやばいな。これツルツルは良くない。ただ、ま、この新ウツル無属性コートにする能力があったりとか、あと春もね、これ、これでもグラスコートやからハードコートにはなれへんよな。これちょっとよくわからんねんけど。まあ、とりあえずこの子でもなんとかなるんちゃうかなと。なんならこれ今雪コートやから有利まであるやん。ありがとうございます。ま、最近ね、今の編成やったら、あれ多いからね、セレナキアラとかめっちゃ多いから、めっちゃいい。てか、全然見えへんじゃん。やった、SSS までたまった。SSS ちゃおう、SS か。あ、撃たれちゃった。え、もうワンフォーやばくね？もうそんなすぐなんか追い詰められる思わんかった。まあ、とりあえずこの子で交代時で。あ、交代時じゃないか、このロケット。ただま、とりあえず、無属性コートにして滑らないようにだけして、まあ、アピスは体力回復したら、まあ、回復判定でね、異常なぐらいなくなっていくと思うんで、体力が。それを狙っていきたいなと思うんですけど、一式暗闇かかってるわ。ちょ、見えへん見えへん。ちょ、きつ。え、なんか知らんまりめっちゃ失点してるんやけど、ちょっと待ってや。
はい、というわけで2戦目やっていきたいなと思うんですけど、僕恐ろしいことに気づいてしまいました。相手の編成におるね、このラインズマンミュウェ、祝福持ってますやん。俺のね、この呪い編成で祝福を打たれたらもう全てをね、無に返すほどのね、効力を持ってるわけなんですよ。なので、ラインズマンミュウェがいるこの環境ではもう一切使えない編成でした。ちょっとやらかしてしまったな。まあでも一応ハードコートに持っていけば楽しむことはできるんで、ぜひね、この編成試そうかなと思う方はハードコートでやっていただくの僕はおすすめしますかね。多分これ勝てないっす。だって祝福で呪いがゼロになるんですもん。だから春で生成打つ意味もないし。でもなんか結構2点とか取れてんな。いやーでもどうしようかな、これ SSS、あ、関係ないんや、相手。あれとか関係ないから、呪い関係ないから、もう好きなキャラで SS 打っていこう。んで、やっぱ、で、シンプルにさ、この子どうしたらいいんや、アウトでかいな。なんか、運よく点めっちゃ取ってるわ、これ。いや、マジこの編成で、ラインズマンミュウェに勝てる要素ないよね。だってこのうつろの王たちってさ、地面ギミックで戦うキャラなんよ。ギミックで戦うとしたらね。でも、ラインズマンミュウェって地面ギミック向こう持ってるんよ。しかも特殊状態が切れることなんかほぼないと思うから、15打球間特殊状態からね。だから結構無理ゲーなんよね。ただ、まあ、この、SSS 打ったうつろの王なら、スタミナダメージ向こうやから、いつか相手がミスってくれるのを待つことはできる。そんな、イモリ戦いでいいのか、俺は。やばいやばい。おー、びっくりした。ちょっと、転移するのびっくりするやん。やめてや、やめてや。やった、相手の特殊状態切れた。こんなラッキーなことある？で、相手が SS 打つときに、これ SS ラケットで合わせて、打って、これワンチャンこの子で SS 打てるの。それで決めたい。俺はこの編成に、命をかけてるんだ。頼む頼む、よいしょ、生きたんちゃうこれ。来た。相手20秒経ってる。はい、改ざんされた勝ち。思わぬ勝ち方はできたけど、皆さん基本的には勝てないです。はい、というわけで3戦目やっていきたいなと思います。まあ今度こそね、呪いで相手をはめ倒して、まあ勝っていきたいなと思います。まあとりあえずこの子で SS 貯めて、まあひまわりは SS 打ったら体力多分200回復するとか、そんな能力あったと思うし、あと継続回復も結構あったと思うから、とりあえずまあこの子は新うつろで SS 打ってまあダメにしていきたいなと思います。多分こっちの方が SS 貯まるの早いと思うよ、このラケット使ってるから。よし、あ、でこれで、はい、もう終わり、もうあの子は使えない状況にしつつ、まあちょっと泳がす。ちょっと泳がすために軽めなスマッシュばっか打っとくかな。あ、ちょっときつかった。あ、おー、打ってきた。はい、今体力200回復した分がダメージに変わったんで、今マイナス200でも体力黄色と、あと多分1打球したら赤色になるから結構絶望的と。ほんでこっからまあこの9打つのでまあ使っていこうかなと思います。え、相手そのまま来るの？まあそら SS 打ったらそのキャラで来るか。やっば、地獄やん。俺多分特殊状態じゃなくても勝てるよ、こんな。やば。ただ、ひまわりって、体力緑以上やったっけ？そんなん関係ないっけ？なんかあれがあるはずなんや。地面ギミック向こうあるはずやから、あれを転移させて決めることはできひんねんけど、まあ、SSS 打つことができるから、こっちはね。よいしょ。それで行きたいなと思うけど、全然食らわんな。ほんで、この後ろの王のいいところが、あれなんよ。この子特殊状態ならなくても、グッド以上やったら、なんか知らんけど、特殊ショット的な扱いになって、このダイレクト効かへんっていう、ちょっとだけした効能があります。しかもこの子グッド以上で返せば、あれなんですよ。相手の SS がちょっとだけ溜まりにくくするみたいな、そんな性能も持ってたりするんで、まあ、極力うつろ使うときはグッド以上打てるように、まあ、狙っていただけたらなと思います。いや、アピスもこの子呪いかけたかったな。この新うつろでな。ただ2体ともかけることはできひんから、まあ、それはしゃあないと。で、アピスもね、呪いかかってる状態なんで、もうこの1回の SS でも相手も SS 打てません。私が今30秒間耐え続けたら相手は、もうあと誰や、あと1体誰か知らんけど、まあ、その子でしか戦えないって感じになります。よいしょ。ただ、アピスの場合はな、これ、バーストにさえ慣れたら特殊状態みたいなところあるから、まあ、正味、この子の方が新ウズルでちょっとやっとくべきやったなって感じではあるんやけど。あ、いいね。剣聖で来るんか。いいね。剣聖できたから、ここで、SS できたいな。よいしょ。いや、これ待って。いや、これ強制発動ってさ、関係なかったっけ？あ、なんか全然強制発動も何もならなかった。よし、剣聖も封印しました。だからもう相手はアピスか、使えない。アピスか、言うてるやん。アピスしか使えない状況やと。ただちょっとこれ、走りが遅いっていうの、体力なくなりやすいから、春であんま戦いたくなかったなーって言おうと思ったら、相手がフラパンしてくれたから、まあ、ギリ決めれたと。え、これどうしようかな？この子で行くか。よいしょ。まあ、この子体力無敵なんで、アピスのラケット、あれ、スカルマグナか、ブレスオブラーかわからんけど。まあまあ、スカルマグナではなさそうやな、なんか、ダメージかっていうか、もうダメージゼロしか入らんかあれやねんけど、まあ、どっちにしろ、まあこの子で耐えとったらいけるんじゃね？だって相手 SS 打たれへんから、なんか、ふにふにのね、あれが飛んでこうへんって考えたら全然怖くないでしょ。このなんか相手は速い、なんか、
ピンみたいなやつしか打てないわけですよ。に対して僕はこの、ね、飛燕 SS を打つことができるので、まあ、確実にこっちの方が得点力がありますよね。いやいいな、こうやってちゃんとハマれば楽しいな。ただグラスコート何回も言うけど、グラスコートではこの編成だいぶきついですからね。ミュウエがいる環境、あと新アラゼとかもいたりするわけですから結構厳しいです。はい、ハードコートの祝福ミーヤとかか、ミーヤ以外おったっけ。まあ、ミーヤはそこまでね、いないんで、多分ハードなら大丈夫だと思うんですけどね。よし、もうこれはもう完璧に勝ちましたね。あれそれ何フラグ回収すんの早ない完璧に勝ちましたねっていう単語を言うたのに、その瞬間にアウトするってどういうことですかそんなことはあってはいけませんよ。もう俺はもう華麗に SS で決めていきたいなと思います。そのために俺はちょっとボレーに進出していきたい。待って、これ抜けそう抜けそう、怖っ。これデュースになったら呪いさ、何解除されちゃうから、祝福と同じようなことになってしまうから、あ、空振った、ラッキーまあこういう感じで、まあ呪い呪い呪い、まあ3体の呪いで、まあ相手を呪っていきましたということで、ぜひ皆さんもこのようにして楽しんでいただけたらなと思います。ということで、また皆さんお会いしましょう。バイバーイ。